ガザ市からラファに追いやられ、2023年12月13日、どこへ行けばいいのか、もう疲れた。俺たちの生活はめちゃくちゃだ。走る、走る。目覚めた瞬間から走り出す。パン、水、わずかな食料を求めて、安全な場所を求めて、あっちこっちに走り回るけど、ガザにそんな場所はない。残念ながら。どこに走っても爆撃される。どこでも、どんな時でも。夜になると不安と恐怖が襲ってくる。みんなで寄り添って、抱きしめ合って、恐怖を忘れるために嘘をつく。こっちの部屋の方が安全かもって。部屋から部屋をうろうろ歩き回って、結局階段の下に潜り込んで、ここが一番安全だって思い込むことにする。俺たちの日常がどんなものか、わかりますか？不安と恐怖の中、ひたすら走る。毎日その繰り返し。で、逃げ切れた人は、自分が生き残ったんだと思う。でも、結局生き残るなんて誰にもできない。残念ながら。一体これは何のためだ？世界は何をしているんだ？俺たちの命はここまで安いものか。ああ、確かにあんたたちは俺たちを動物って表現した。じゃあアニマルライツは？こんなの動物以下だ。明日がどうなるのかはわからないけど、俺たちが死ぬんだってことだけは明確にわかってる。自分が死ぬのを待つ間に、100万回死ぬほどの苦しみを味わわないといけない。なら一層、全員さっさと殺してくれ。俺たちはもう死んでるようなもんなんだから。俺たちは過去にも現在にも未来にも生きていない。存在しない。人生で何も味わっていない。すべて真っ黒。味も色もなし。どうして俺たちが常に代償を払わされるのか、理由はよくわかっている。それは、俺たちが弱い存在だから。俺は許さない。神はすべてを見ている。今は冬。厳しい季節だ。俺たちのテントには30人が暮らしている。一つの布団を二人で使って、ぎゅうぎゅうで眠る。雨が降るとテントの中は水浸し。泣く人、祈る人、テントを何とか直そうとする人。こんな哀れで悲惨な状況があるなんて。俺たちは亡霊みたいに眠りから目覚めて通りを歩く。まるで蛇を見たような顔をしている。みなショック状態。実際に何が起きているのか、俺たちにはわからない。一体今何が起きているんですか？これは夢？それとも隠しカメラが仕込まれているドッキリ？全部悪い夢だったらいいのに。もし俺が死んだら、それは何のためでも、誰のためでもない。俺はたくさんの成し遂げられなかった夢と共に死ぬ。もっと生きたいって心で叫びながら死ぬ。ターミル・ナジュム。